閣総理大臣をはじめ、ご来賓各位、被爆者、ご遺族の方々のご臨席と、国内外から多くの皆様のご参列のもと、広島市原爆死没者慰霊式、並びに平和記念式を挙行するにあたり、原子爆弾の犠牲となられた多くの御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、広島県、黙祷。8年前の原爆投下の日をまるで生き地獄のようだったと振り返る当時8歳の被爆者は、核兵器を保持する国の指導者たちは広島、長崎の地を訪ね、自らの目で耳で被爆の実相を知る努力をしていただきたい。平和への誓い、皆さんにとって平和とは何ですか？争いや戦争がないこと、差別をせず違いを認め合うこと、悪口を言ったり喧嘩をしたりせずみんなが笑顔になれること。今から78年前の今日、一発の原子爆弾により十数万といわれる尊い命が失われました。町は焦土と化し、人々の夢や明るい未来が一瞬にして奪われ、一命を取り留めた方々にも言葉では言い表せない苦難の日々をもたらしました。内閣総理大臣としてここに犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお後遺症に苦しむ方々に対し、心からのお見舞いを申し上げます。核兵器によってもたらされた広島、長崎の惨禍は決して繰り返してはなりません。我が国は引き続き非核三原則を堅持しながら、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を絶え間なく続けます。現在核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により、その道のりは一層厳しいものになっています。しかしこのような状況だからこそ、核兵器のない世界の実現に向け、国際的な機運を今一度呼び戻すことが重要です。核兵器のない世界の実現に向けた確固たる歩みを進める上で、原点となるのは被爆の実相への正確な理解です。本年5月の G7 広島サミットでは、世界のリーダーたちに被爆者の声を聞いていただき、
被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れていただきました。また世界の指導者のみならず若者らによる広島長崎訪問を促しました。各国首脳による胸襟を開いた議論や核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンの発出を通じ核軍縮の進展に向けた国際社会の機運を今一度高めることができました。すでに始まっている国際賢人会議の議論も踏まえながら核兵器のない世界を実現に向け引き続き積極的に取り組んでまいります。また被爆者の方々の平和への思いを次の世代へとしっかりとつないでいくための取り組みについては今後ともユース企画リーダー基金のプログラムなども通じ積極的に行ってまいります。被爆者の方々に対しましては保健、医療、福祉にわたる支援の必要性をしっかりと受け止め原爆症の認定についてできる限り迅速な審査を行うなど引き続き高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら総合的な援護施策を推進してまいります。結びに国際平和文化都市として見事に発展を遂げたここ広島市において核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福とご遺族被爆者の皆様並びにご参列広島市民の皆様のご平安を記念いたしまして私の挨拶といたします。令和5年8月6日内閣総理大臣岸田文雄。本年もこうして被爆者の方々とお会いをし、そして直接お話をお伺いする機会をいただきましたこと、感謝を申し上げます。原子爆弾が広島に投下され、広島が一瞬にして焦土と化してから78年の月日が流れました。今日まで多くの困難を乗り越えて広島の復興を遂げられました皆様方のご尽力ご努力に改めて敬意を表し申し上げます。先ほど平和記念式典に参列をさせていただきました。原子爆弾の投下により犠牲となられた数多くの方々の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げさせていただきました。そして、広島さらには長崎にもたらされた筆舌に尽くしがたい、惨状が繰り返されることがないように、非核三原則を堅持し核兵器のない世界に向けて着実に歩みを進めていかなければならない、こうした思いを新たにした次第です。本年5月の G7 広島サミットでは世界のリーダーたちに被爆者の方の声を聞いていただき、また被爆の実相や平和を願う人々の思いに直接触れていただきました。唯一の戦争被爆国の、そして被爆地広島出身の総理大臣として現下の厳しい安全保障環境の中で核軍縮に向けた国際的な機運
今一度高めるための取り組み、引き続き行っていかなければならないと強く感じております。黒い雨に遭った方々への被爆者健康手帳の交付につきましては、昨年3月にお示ししました認定指針に基づき手帳の交付が迅速に行われますよう取り組み進めてまいります。また我が国はこの原子爆弾の悲惨な体験の記憶を決して風化させない、こうした取り組みを国境を越えて世代を超えて継続していく使命を果たさなければなりません。今日も皆様方からそれぞれこの思いを、そしてご意見を聞かせていただきますが、政府としてそうした思いにどのように取り組んでいくのか、こうしたことについてもお話をさせていただきたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日は7名の被爆者代表にご出席いただいております。私から出席者をご紹介いたします。向かって左から、広島被爆者団体連絡会議事務局長の田中聡さんです。次に韓国原爆被害者対策特別委員会委員長の今樹乃さんです。次に広島県原爆被害者団体協議会理事長の三牧俊之さんです。次に広島県朝鮮人被爆者協議会会長のキム・ジノさんです。次に広島県原爆被害者団体協議会理事長の佐久間邦彦さんです。次に一般財団法人広島市原爆被爆者協議会支部長の柿岡泉さんです。最後に広島県労働組合会議被爆者団体連絡協議会事務局長の中谷悦子さんです。それでは要望に移らせていただきます。要望項目はお手元にお配りしております要望書の通りでございます。発言順に従い順次ご発言をお願いいたします。なお、あらかじめお願いしております発言時間をお守りいただきますようお願い申し上げます。まずキム会長からお願いいたします。まず岸田総理に敬意を表したいと思います。私たち広島県朝鮮人被爆者協議会は長い間在朝被爆者支援問題について要請を行っております。昨年度この場において小田原外務副大臣は在朝被爆者支援について本件は被害者が放射能による健康被害を受けたという点で重要な人道上の問題だと考えています。政府としましては引き続き本件が重要な人道上の問題であることを踏まえ厚生労働省をはじめとする関係省庁間で緊密に連帯しながら適切に対応してまいりたいと、このような返答を数年も前からいただいております。このことを踏まえて次の3点についてご回答をいただきたいと思います。1つ、適切に対応するために関係省庁間でどのような協議がなされているのでしょうか。2つ、朝鮮にある朝鮮被爆者協会との連絡及び協議は進んでいるのでしょうか。3つ目、そして今後在朝被爆者に対する対応をどのように進めていくつもりか方針をお示しいただきたいと思います。岸田総理は日韓首脳会談で徴用工問題に触れ、厳しい環境下で多くの方々が大変苦しく悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと言及されました。そして G7 サミット期間中には平和公園にある韓国人原爆犠牲者慰霊碑に
韓国大統領とともに参拝し、哀悼の意を表しました。過去、日本の誤った植民地政策によって、朝鮮半島の方々は、言葉では表現できない苦しみを与えられました。それに重ねて、広島、長崎においては、アメリカが投下した原爆により、何の罪のない数万の朝鮮半島出身者が犠牲になりました。心が痛む思い抱き、韓国の原爆を犠牲者に対して哀悼の意を表するのであれば、現在実質的に被爆者援護法の対象外となっている在朝被爆者に対しても同じ気持ちを持ち支援していくことが人間としての良心だと思います。また、植民地政策さえなければ、本来被爆する必要のなかった朝鮮半島出身者に対する責任ではないでしょうか。在朝被爆者支援問題が硬直状態にある朝日関係の改善と平壌宣言履行の新しい出発点であるとは私は確信しております。冒頭に述べた3点にご回答いただき、在朝被爆者支援に取り組んでいただくよう重ねて強くお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。続きまして佐久間理事長をお願いいたします。2点ほど要望いたします。まず1点目は、日本政府は核兵器禁止条約批准後、被爆から78年5月には G7 広島サミットが行われました。広島ビジョンは核兵器禁止条約について一言も触れていませんでした。日本政府は被爆国として核兵器のない世界を目指し、世界をリードする立場にあります。核兵器廃絶を目指すには、その具体的一歩として、核兵器禁止条約を批准することだと思います。そうすることにより、実効性のある条約になりますので、ぜひ批准するように強く要望いたします。2点目は黒山問題です。黒山訴訟の控訴審判決は、2021年7月29日に確定いたしました。その後、新基準に基づき審査されていますが、令和5年4月現在、申請者数4859名、内訳は認定者数3963名、却下数198名となっています。却下理由は、例えば黒闇になっていても11種類の疾病にかかっていないことで却下されるケースがあります。被爆者健康手帳はいつ病に侵されるかわからないから援護するもので、健康管理手当は病気になったから救済するものです。これまでの実施されてきた青梅雨季の黒闇被害者への手帳交付も健康診断と従事疾病が基準になっています。この際、判決の趣旨を踏まえて黒闇被害者の手帳交付行政を一本化し、1号、2号、3号、4号被爆者と同様に従事疾病の要件を撤廃するよう強く要請いたします。以上です。ありがとうございました。はい、まず今日、それぞれの皆様方からお話を聞かせていただきましたこと、再度、厚く御礼を申し上げます。直接お話を伺いし、広島長崎の悲惨な経験、決して繰り返してはならない、こうしたことを改めて固く決意をした、こうした次第であります。ご要望いただきました項目について、今、厚労大臣、そして外務大臣からもお話をさせていただきましたが、私からも基本的な考え方の部分について、重ねて申し上げさせていただきたいと思います。世界で唯一の戦争被爆国であり、核兵器の非人道性をどの国よりもよく知る我が国は、
非核三原則を堅持しつつ、78年前に広島および長崎で起こった悲惨な経験が二度と繰り返されることがないよう、核兵器のない世界に向けた機運、これを再び高めなければならない、そうしたたゆまぬ努力を続けていかなければならない、こうした立場にあるんだということを改めて強く感じています。今我々はロシアによるウクライナ侵略という国際秩序を揺るがす課題に直面するなど、国際社会全体が大きな課題に直面をしています。その中にあって、まず核兵器禁止条約との関係については、先ほど外務大臣からもお話をさせていただきましたが、核兵器禁止条約、これは核兵器のない世界を目指すにあたって重要な条約であるということを申し上げさせていただいております。ただこの厳しい現実を具体的に変えるためには、核兵器国が行動をしないと何も現実は変わらないという、この厳しい現実を前にして、核兵器国、この核禁条約には一カ国も参加していないわけですが、核兵器国を核兵器禁止条約にどれだけ近づかせることができるか、これが具体的な取り組みとして求められるのであると思っています。唯一の戦争被爆国として、核兵器国にどのように関与させるか、核兵器禁止条約にどれだけ近づけさせるか、これが我々の国にとって大きな責任ではないか、そのために具体的にどうするべきなのか、こうしたことを申し上げさせていただいています。そのために我が国は本年5月に開催された G7 広島サミットで発出された G7 首脳広島ビジョン、これを確かな土台として取り組みを進めていかなければならない。この広島ビジョンの中で、昨年私が NPT 運用検討会議で発表したこの広島アクションプラン、これを実行していく、この大切さを G7 で共有したわけですので、この取り組みを現実的実践的に進めていかなければならない。 FMCT ですとか CTBT ですとか、こうした具体的な取り組みを進めていくことが、この我が国として大きな責任だということを申し上げさせていただいております。そしてこの被爆から78年が経過をしました。被爆者の方々の平均年齢が80歳を超え、高齢化されている中、今日も皆様方からいろいろなお話を聞かせていただきました。また関係自治体からも多くの要望をいただいております。その中で、まずはこの原爆症の認定審査の迅速化、これについては引き続き取り組みを強化していかなければならないと思っています。また放射線影響研究所の広島大学への移転について、今年度より施設整備に対して支援を行っているところであり、移転完了まで引き続き取り組んでいくということ、また旧広島陸軍被服廠の保存について政府として必要な協力を行っていくということ、こうしたこの支援についても一層充実を図ってまいります。また今日も我が国のエネルギー政策についてご指摘がありました。まず我が今世界はエネルギー危機と歴史上初めてのエネルギー危機と言って良い状況にあります。一方我が国のこの未来を考える際に、電力をはじめとするエネルギー需要が倍増する、こうしたこの現実もあります。その中にあって我が国としては、エネルギーの安価かつ安定的な供給と脱炭素、この両立を図るために取り組みを進めていかなければなりません。
日本においてこの資源が乏しい我が国において、単一の完璧なエネルギー、この両立のための、単一の完璧なエネルギーがないという現実を前にして、多様なエネルギー源をバランスよく活用していく必要がある、こうした認識を持っています。その多様なエネルギー源の中でこの原子力発電については安全性を大前提に原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合 においてなおかつ地元の皆様の理解を得た上で再稼働を進めていく、こうしたこの政府の方針を説明させていただいております。今日もいろいろなご意見をいただきましたが、この核兵器のない世界の実現、また高齢化する被爆者の方々が安心して暮らせる援護施策の推進、こうした基本姿勢は皆様方と一致しているものであると考えています。今後とも核廃絶に向けて努力を重ねるとともに、被爆者の方々への援護施策、そして原子爆弾の悲惨な経験を世代と国境を越えて伝えていくための取り組み、こうした取り組みについて誠心誠意進めてまいりますということをお約束をさせていただき、今日のこの結びの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。それではただいまから岸田内閣総理大臣の記者会見を始めさせていただきます。広島市市政記者クラブから代表質問をお願いいたします。広島市市政記者クラブ管理者、時事通信の東です。よろしくお願いいたします。 G7 サミットでの核軍縮文書広島ビジョンに関し、被爆者団体からは核抑止体制の維持を前提としていると反発の声が上がっています。総理の受け止めをお聞かせください。また広島ビジョンの成果を核兵器なき世界の実現にどのようにつなげていかれますか。はい、まず、これは G7 広島サミットの議長国会見でも述べられたように、述べさせていただきましたように、この我々各国の首脳は2つの責任を担っていると考えています。まず一つはこの現下のこの厳しい安全保障環境の中で、いかなる状況においても国民の命や暮らし、安全をこの守り抜くという毅然たる責任、そしてもう一つは、それと同時に核兵器のない世界という理想を見失うことなく、これを追い求め続ける、こうした崇高な責任、この2つの責任です。現在ロシアによるウクライナ侵略ですとか、北朝鮮による核ミサイル開発などによって、我が国を取り巻く安全保障環境、これは大変厳しい状況にあります。その中にあって国民の生命財産を守り抜くためには、現実を直視し、国の安全保障を万全のものとして確保していかなければなりません。そしてそれと同時に、そのような現実を、核兵器のない世界というこの理想に近づけていくべく努力をしていく、この、2つをどのように結びつけるのか、その現実を理想に結びつけるためのロードマップを示す、そのことが政治の責任として大変大きいものがあると思いますし、このことは決して相矛盾するものではない、2つの責任は相矛盾するものではないということを申し上げさせていただいています。そして具体的にどうするかということについては、その2つを結びつけるロードマップ、これをしっかり示さなければならないということで、G7 首脳広島ビジョンを強固なステップ台としつつ、CTBT の早期発行ですとか、
FMCP の即時交渉開始などの取り組みを盛り込んだこの広島アクションプランの下で一つ一つこうした課題を実行していくこと、これが重要であると考えています。まあ、こうした現実的でそして実践的な取り組みを継続強化していくことが求められていると認識をしています。以上です。ありがとうございます。次に旧陸軍切符支所についてお伺いします。広島市の被爆建物旧陸軍切符支所について関係閣僚から国の重要文化財に指定し保存する方針を示す発言が相次いでいます。総理ご自身はこの被爆建物の価値をどう認識されていますか。またいつまでにどのような形での国の財政支援をお考えでしょうか。はい、まず旧陸軍被爆支所ですが、まさに私の地元にこのある建物ですし、被爆当時の姿を残す貴重な建物であると認識をしています。広島県からはその保存への支援のため早期に文化財にしてほしいという要望があるところですが、この文化財指定にあたっては保存だけではなくしてその活用について地元でよく方針を定めていただくことが必要であると承知をしています。現在文化庁において広島県からの相談を受けているところと聞いており、具体の時期等について現時点で申し上げる状況にはありませんが、政府においては引き続き文化庁において広島県等での保存そして活用に関する検討に対して専門的見地からアドバイスを行うとともに、今後広島県等において当該建物の活用等について方針が定まれば、この文化財指定の文化審議会の審議、そして国の関連事業を通じた支援、こうしたものを速やかに行ってまいりたいと考えています。ありがとうございます。続きまして内閣記者会から代表質問をお願いいたします。はい、朝日新聞の川部と申します。 G7 広島サミットでは広島ビジョンを打ち出しましたが、状況改善に向けた進展は全くありません。むしろ G7 と各保有国である中ロとの対立はより深まり、分断を招く結果となっています。まずこの現状をどう見ているのかをお聞かせください。また総理は核兵器国と非核兵器国との橋渡し役を担うとおっしゃっていますが、今後どのように議論を牽引しその役割を果たしていくおつもりか、今考えていることを含めて具体的にお答えください。はい、まず今現実、ロシアによるウクライナ侵略等により国際安全保障環境はその厳しさの度合いこれを増しており、核軍縮をめぐる各国立場の違いやロシアによる核兵器による威嚇なども相まって、核兵器のない世界に向けた道のり厳しさを増している、このことは否定できないと思います。しかしだからこそこの G7 広島サミットにおいて、各国首脳に被爆の実相に触れていただき、また核軍縮に関する初めての G7 首脳独立文書となる G7 首脳広島ビジョン、これを発出いたしました。この核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の機運を高めることが重要であるという考えのもとに、こうした取り組みを進めました。そして私もですね、一昨日東京で、記者会見を行った後に、今回の平和記念式典に出席してもらった CTBTO のフロイド事務局長と電話会談を行いました。その会談の中で例えば CTBT この批准国、このフロイド事務局長にの代に変わってからもすでに8カ国批准国が増えている、また今年から来年に向けてさらに数カ国
こうした CTBT の批准国が増えようとしている、こういった取り組みが進んでいます。また CTBT が全世界に張り巡らしている核爆発や核実験を監視する、この監視網をより充実させるために日本も貢献をしているわけですが、こうした取り組みも進んでいる。こうした取り組みを後押しするためにも、先ほど申し上げた機運を盛り上げることが大事だと認識をしています。今状況は全く進展していないというお話がありましたが、私はそのように決めつけるべきではなく、今こうした具体的な取り組みが多くの関係者のもとで進んでいる、これをしっかりと評価し、それを後押しする国際的な機運を作っていくことが大事だと思っています。CTBT のみならず FMCT についても、この FMCT 構想、すなわち核兵器用の物資を管理するというこの構想、国連決議の採択から今年で30年になります。日本としても、国連総会のハイレベルウィークを活用して、フィリピンをはじめ関係国とともに、関連行事を開催するということで、こうした取り組みもぜひ盛り上げていきたいと思っています。ぜひこうした取り組みを続けることによって、再び核兵器のない世界を目指すという機運を盛り上げていきたいと思います。そしてご質問は、核兵器国と非核兵器国をどうつなぐのかということですが、まさに G7 広島サミットにおいて、G7 の各国の首脳にも被爆の実相に触れてもらいましたが、インドをはじめとする招待国、さらにはウクライナ、こういった国々の主導にも被爆の実相に触れてもらい、このそれぞれ核兵器のない世界に向けての思いを新たにしていただいたと思っています。さらには NPT をはじめとする核兵器国、非核兵器国ともに参加している枠組みの中で、同じテーブルにまたしっかりとついてもらう、こうした環境を作っていくことも大事だと思っています。さらには先ほど申し上げました CTBT や FMCT、 こういった取り組みを通じても、核兵器国と非核兵器国が同じテーブルにつき、そして思いをすり合わせていく、こうした取り組みを一つ一つ行っていくことが、唯一の戦争被爆国、我が国に対するこの責務であると考えています。以上です。ありがとうございました。次の質問お願いします。フジテレビのアイビスです。はい。秋元雅俊衆議院議員について伺います。秋元議員は風力発電会社から多額の資金提供を受けた疑いで、東京地検特捜部の家宅捜索を受け、おととい外務政務官を辞任、昨日自民党を離党しました。総理の受け止めをお願いします。またこの事案による政権運営の懸念が広がっていますが、どのようにお考えでしょうか。はい、このご質問の秋元議員については、一昨日4日の日ですが、本人から外務政務官を辞任したいとの申し出があり、閣議において職を命ずることを決定をいたしました。また昨日自民党に離党届が提出され、これを受理したものと承知をしています。このお尋ねについては、今、捜査が進んでいる最中でありますので、具体的にこの政府としてお答えをすることは差し控えなければならないとは思いますが、国民の疑念を招くような事態になったことについては、大変遺憾に感じております。そして
まあ、こうした事態がこの政府のこの政策実行に支障をもたらすことがないように、政府として一丸となって取り組んでいかなければならないと考えます。以上です。それでは以上をもちまして岸田内閣総理大臣の記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは早速ではございますが、岸田内閣総理大臣からご慰問のお言葉をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました内閣総理大臣の岸田文雄です。皆さん暑い日が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。今日は8月6日ということで、今日、一緒に来させていただきました加藤厚生労働大臣、林外務大臣と一緒に、私は、朝、平和公園で行われました平和記念式典に参列をさせていただきました。改めて78年前の、悲劇を繰り返してはならない平和の思いを、新たにしたところですが、合わせて78年前の、悲惨な、体験を、もう風化させてはならない、次の世代に、しっかりとこの伝えていかなければならない、こうしたことも、強く感じました。ここ倉掛のぞみ園においては、新型コロナの感染で、大変な時、なかなか対面で人と会うのが難しい時においても、オンラインで中学生の皆さんに、この悲惨な経験を伝える、この平和学習の一環として、この中学生の皆さんに話を、伝えていただく、こうした努力をしていただいたと聞いています。この中には、大変悲惨な経験、もう二度と思い出したくない、口にしたくはない、そういった方も大勢おられたのではないかと思いますが、しかしその中にあっても、中学生の皆さんの平和を学ぶ機会に、貢献いただいた、ご努力をいただいたこと、本当に心から敬意を表し申し上げたいと思います。今日皆様方に、直接お会いをさせていただき、お一人お一人のこのお顔を拝見させていただき、今日まで長きにわたってこの広島の町、あるいは地域、そして皆さんの暮らしをこの再建するために長い間大変なご努力をしていただいたこと、改めて敬意を表し申し上げたいと思いますし、その間78年間いろんな苦しいこと、悲しいこともあったと思います。そういった経験を乗り越えてこられた、皆様方のそれぞれの人生に思いを巡らせていただいているところです。そして合わせて、こうした皆さんを支えてくださっている倉掛のぞみ園の職員の皆さん方の貢献に、心から敬意と感謝を表し申し上げたいと思います。私たち政府はこれからもこうした皆さんをしっかりと支援し応援させて、いただきます。まだまだ8月に入ったばかりですから、暑い日が続きますが、それぞれ、水分をしっかりとって、熱中症には十分気をつけて、お元気でお過ごしになられますことを心からお祈り申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、入園者の皆さんに花束が贈られます。はじめに岸田内閣総理大臣から花束が贈られます。入園者を代表いたしまして、野戸照子さんがお受け取りいたします。野戸さんは現在お年が93歳でございます。どうぞお受け取りください。